團十郎のつれづれ日記。さて、作曲をしていて気づくんだけんともっしゃ、素人の人は編曲という言葉を結構まずがって覚えている人が多いんでかす。実際には感情を見てその意味をよく考えればわかるんだけんと、発音だけ聞いて勝手な漢字を当てはめてしまうんだっちゃねや。実際には編成の編なんだけんと、変更の変ぬ変えてしまうんだっちゃね。そして結果、編曲者つうのはメロディーを変える人のことだと思っているようなんでかす。そこで今日はすっかりとその誤解を解いていってもらうっちゃね。例えばだよ、編曲者ぬ勝手ぬメロディーを変えられたんでは作曲者はいらねえんだわねや。仮に伊豆部分だけメロディーを変えるとした場合は、編曲ではなくてしゃ補作曲という言い方になるんでかすと。それではね、正しい編曲の意味はどういうことかっていうと、こういうことなんでかす。わかりやすく言うと、楽器の全パートを編成する人、アレンジャーなんでかす。そんなわけで、この編曲者の方々っつうのは、すべての楽器のことを熟知していないとやれない仕事なんだねや。ギターしか弾けないオラから見ると、音楽の神様のような人だつなんでかす。それではね、ここで編曲の意味を完璧に覚えていただくのにふさわしい音源があるんで、聞いてもらうっちゃ。二曲かけるからっしゃ。結局同じ歌なんだけんとね、その二曲とも俺が作った歌で、愛しの仙台つーのっしゃ。歌っているのは渡りあずささんなんです。最初に流れるのは林健英くんの編曲バージョンなんです。ではちいでけさい。忍べば語る意志。
いかがだったでしょうか。それで問題はこれからなんです。次に聞いてもらう愛しの先代の編曲者は金子勲さんね。そんでっしゃ、今聞いてもらった林健英バージョンのボーカルだけを残して、新たぬ金子さんが編曲すなを捨て渡りあずさのボーカルと合体させたっつうバージョンなのっしゃ。これでね、編曲の意味が分かっていただけると思うんでがす。では、ちいでけさん。しばし進む
なじょでかすた。でもっしゃ、おもしごとぬ、2曲とも、信じられねべげんと、ボーカルは、まったく同じ音源使っているんだがね。嘘みでだっちゃねや。そんでっしゃ、話すまどめっから。例えばっしゃ、作曲者っていうのは、ボディを作る人で、編曲者っていうのは、その裸のモデルをどう飾るかって考えるファッションデザイナーなんでねすかや。これで話すまとまったすか。以上、編曲のお話でした。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。ナジョデガスター。ではね、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。そしてまだ遊びさちてけさん。でまずほんでまずおみょうなずー。